はい、青島神社の近くの駐車場無料みたいで、こんないっぱいね車止まっていて、トイレもついてるのでいいですけど、8時半から17時まで、それ以降は、施錠されてしまうというので、ね、ちょっと気をつけないといけませんけども、十分観光ができる駐車場ですね。はい、あのね、ここに白って写ってる島に行きたいと思います、うん、何があるかは着いてからの後の話です。あそこが大島神社だね。いや、全部海だ、超綺麗。ぬちゃん、風が強くなってきたね。そうね、さすが海の近く。見えてきたね、鳥。本当だ。結構伸びるんだな。結構伸びたな。島の奥まで来たら風が弱くなってよかったね、でしょ。ビー玉でもはめてあったんじゃないかっていうぐらいすごいまん丸なんだけど。はい、神社の中に入りますね。なんかさ、もう周りの景色がさ、沖縄にいると勘違いしちゃう。ああ、本当だよね。さあ、もののけ姫っぽいとかさ、こだまでそうとか言って言ってたじゃん、ジャングルっぽいとか言って、なんかまた違った南国感しない？ここジャングルだよ。頭ぶつけないでよ。よいしょ。ここ青島は貝殻が堆積してできた島で、青島の別名をマサゴ島って言います。真の砂の島と書きます。神社前の浜辺にはマサゴを探して自分の思いと願いを込めて備える場所がこちらです。ここね、和歌の中でも浜のマサゴって読んで、いくつもいくつも自分の心情に合った貝を探して、それに思いと願いを込めたのが始まりなんだってね。こうやっていろんな貝があるね。天の平か投げと言って、こちらに投げて開運厄除けになるみたいですね。綺麗だ。綺麗だね。本当これ自然にできたとは思えない感じだよね。いや、これ本当に自然にできたの。なんじゃこりゃ大福。
はい、いただきます。いただきます。ほら結構牛皮も厚くて、あんこぎっしりずっしり重い。牛皮なんだ。中はいちご、生クリーム、クリーム。あ、クリーム。いただきます。はい、どうぞ。うん、今僕食べた僕は完全なるイチゴタイプ。うんうんうん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ペロリだったね。